あれ、東の兄貴に用すか？なら控え室だ。じゃあとりあえず前回の続きからプレイしていきましょう。松金に会うにはまあここに来ないとね。あ、なんだよ、また面倒ごとか。羽村の頭がどこか知りたいんだけど。どっかに消えたっきりだ。じゃあおやさんはどこだ？組の事務所に。そんなとこにはいねえよ、決まってんだろ。海藤さん、親父も頭と似たような立場だぜ。居場所が知れりゃ奨励会の的にされるかもしれねえんだ。その通りで、今は安全なとこにいてもらってるはずです。ただ俺もそれがどこかまでは。それでもお前なら連絡くれば取れんだろう。俺らと会えるか聞いてみてくんねえか。わかりました、返事がもらえ次第連絡します。お前の携帯にかけりゃいいか。ああ助かるよ。扱いが随分違うな、やっぱり。ってことは時間潰さないといけないのか。星野君から聞いたぜ、モグラにはめられたらしいって。結局何につけてもモグラが鍵なわけか。ああ、だからまずはそのモグラとつながってる羽村の頭だ。そこから攻める。地道にね。親父が頭の居場所を知ってりゃいいがな。まあ東からの連絡を待とう。行くぞ。連絡を待つか。ってことはあれか、何かしらをして時間を潰さないといけないのか。言うてないんだよな、そんなにな。喧嘩する？ちょっと、めっちゃはめられてる。よし。これで時間経過したことにならないか。ならないな。まあ、ならないよな。じゃあ、何かしら。松ガニ組の事務所があるけど。入っていいか。ダメだよね。これって時間潰しがあるわけでもないんだよね。まあ一個デートは放置してあるからそれ言ってもいいんだけど、カイトさんえらい顔しそうだからな。それはそれは、まあ、こういうのも時間潰しかないのかな。チャンピオンはではやったらいいの。岡本矢上しか見てなかったな。しばらく寝とけって。よし、連絡来ないね。食べ物食べるとかそれで変わったりするからな。単純にあれか、時間経過みたいな感じになってくるか。それだとちょっとね、めんどくさい話なんだけど。よし、どうも。ごめんね。いらっしゃいませ。そう、忍者みたいな感じで言わないで。よし、オッケー、頼むよ。オッケー。海藤さんは行くか。おごってもよかったのに。海藤さん、ありがとうございました。いえいえ。海藤さん、あれ、あ、外で待ってた。ごめんね。別にそんなね、一緒に食べてもよかったのに。ここ入れたりする？あ、入れるんだ。あ、こっから入れないんだ。こういうところにそういうものを置きっぱにするんじゃないよ、まったく。そういう店じゃないだろう。なあ、なお前ら。わかってる。パスが弱いんだよね。こういう感じです。時間食っちゃったよ。で、まだあ、そうだそうだそうだ、この上でね。あ、違う、こっちじゃない、こっち、ここじゃない、ここじゃない。あれ、何してんの、両手広げて、ようこそみたいな。あれ、ここじゃなかったっけ。あ、違うわ、通りが違う。ここか。
そうだよね、向こうだよね、アップルパイ。今なら飲めるかもしれないね。最近独り言でなんつうこと言ってんだ。ケンさんに言ってこい、ケンさんに。まあね、あれでも銭湯とかでもなんかねかかったりするらしいですね。その人が使った椅子に座ったりしてなんかね、何かしらが当たってもなったりするみたいな話聞いたんですけど、嘘なんですかね、あれ。嘘の可能性あるよな、わかんねえな。ごめんねごめんね、よしよし。あ、ここじゃねえ、向こうだね。ね、どんなことにも注意しないといけない時代だね。時代の問題じゃないな、やっぱ。そうだよ、やっぱりね、潔癖が生き残っていくんだよ、時代はね。あ、ここで。もしもし、松金組の東だ。ああ、おやさんどうだった、会えそうか。カムロキクノヤって料亭がある、町からちょっと外れた隠れ家だよ。おう、そこにタクシーで行け、親父はもう行ってる。カムロキクノヤだな。あんまり親父を待たせんなよ。わかった、ありがとう。おい、飲めんのか。おい、話聞いてくれもしね。もう目の前でな、あんま待たせんなよって。あ、でも聞こえてないよな。あのタイミングで、すごいタイミングで電話してきたね。ちょっと待てよって、お前親父待たせんのかよ、お前殺すぞ。それでは、でも会話には応じてくれるんだね。まあ目にはかけてくれてるから、どれぐらい話してくれるか。危険を犯してこんなことまでしてくれるんだもんね。親父、お見えになりました。ああ、どうぞお座りください。しばらくだな、ターボ。はっ、カイトは組辞めて以来か。へい。おやさん、東から聞いただろうけど、俺らが聞きたいのは。その前に乾杯くらいしようじゃねえかな。確かに。どうぞ。いい店だな、ここ。お前らと久々の酒だからな。なあ、ターボ、やっぱり羽村からは手引いてもらえねえか。なんだって。羽村あっての松金組だ。あいつでうちの組は回ってる。それはこの間聞いたよ。羽村の居所は。俺は知らねえ、あいつはそんなもんいちいち報告してこねえんでな。じゃあなんで俺らをここに。こんな話ならわざわざ会う必要もなかった。ああ、そういうこと。親父、いつの間にこんな。ターボ、もう羽村には手出すな。俺が今追ってんのはモグラだよ。頭にはその話を聞きたいだけで。同じことだ、お前も分かってんだろ。羽村とモグラは太くつながっている。だがもう忘れろ。断ると言ったら。あいつらに触んのはやばい。俺を信じろ。何がどうやばいんだ。
理由を聞かなきゃ引くに引けないだろう。バックに俺にも得体の知れない連中がいる。だがそれ以上話せることはねえ。どうしても引かねえってんなら、しばらく動けねえ体になってもらう。それで死なずには済む。おやっさん、お前らのことはガキの頃から面倒見てきた。今までそれを恩着せがましく言ったことはねえ。そうだな。だからこれが最初で最後だ。お前らはしばらく町を出てろ。少しでも俺に恩を感じてるなら、この頼みだけは聞け。モグラの件は創薬センターとも絡んでる。3年前の大久保事件とつながってきてんだ。いくらおやっさんに恩知らずと言われようが譲れない。バカ野郎。親父、親父の命令は俺にとって絶対でした。でも俺は今八神探偵事務所の人間です。ああそうだな。おやっさん。東。へい。腹くくれ。てめえはマスガネの人間だな。もちろんです。証明しろ。バカ野郎、なんて顔してんだ。もうやるしかねえんだ。やるしかねえって時は殺す気でかかってこい。それが男だ。今そんな説教するかね。行くぞ。名も知らぬヤクザがかわいそうだ。おやっさん引いてほしかったんだろうな。そこで引いてくれさえすればこうやって手を出せっていうこともなかったんだろうな。よし。でも精一杯の親心のつもりだったんだよ。ここで手を引けって脅してんでもいいから、手を引かせてこの件に関わるなって言いたかった。でも引かないのは分かってたはずなんだよね。どんなポーズなんだお前は。よしよし、ちょい。はい、おい、よし。タコ殴りじゃねえか。危なっ。ほい。よし、これで致命傷はないな。あ、あるわ、これ。やばい、やばい。よし。いった。ほら。やばい、ちょっと待って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 、今からでも入れる保険ってあるんですか。 OK。 そうだな、何を使う。
そういや、なんか使ってないやつあったよね。この辺のさ、チート戦術じゃなくて。攻撃まずガードが攻撃を破る攻撃。あ、これいっぱいあるし使ってみるか。おら東とはなんかチートを使わず戦いたい。おら、あれもチートっちゃチートだけどな。まあ DLC 以外で戦いたい。おらおらよし、ごめんな東。やばいやばい、引き上げろ引き上げろ、早く引き上げてやれ、死ぬぞお前。おやさん、それびっくりするよな、二人だもんこっち。大したもんだなお前ら。東、それ机蹴ってたよね。これだけの極道相手に、それに比べて腐っちまったよ俺は。なあ、そうじゃねえかターボ。初めてお前と会った頃とはもう違うよな。おやっさん、ああいうおやっさんは八神を見たくないんだろうな。いい加減しつけんだよクソガキ。20年前、まだ終わってねえぞ。おお、やってるな、カイト。あ、親父。そいつが例の八神とかいう。ええ、もう顔合わすたびにこれですわ。若いの、おめえカイトに殴られんのがよっぽど好きらしいな。何回やられてもしつこく結果を打ってくる。どっか行かれちまってんのか。どこも行かれてねえよクソヤクザ。クソヤクザと来たか。少年の腐ったガキだな。腐ってんのはお前だろ。生きがってんじゃねえぞ小僧。実は俺にもお前さんみてえな時期があってよ。やけになってムカつくもん見境なく殴りまくったもんさ。そしたらよ、いつの間にかこのゴミためみてえな町にしか居場所がなくなってた。おめえもそんなとこじゃねえのか。うるせえ、分かったような口聞いてんじゃねえ。分かるんだよ俺には。若え頃から取り返しのつかねえ失敗を繰り返してきたからな。だからよ、おめえも同じだと一目でわかる。違うか。俺は気づいた時にはもうヤクザになるしかなかった。だが今のおめえの年なら腐るにはまだ早え。さっきゴミためみてえな町って言ったがよ、本当は違う。この町はどん底を知った上でそこから這い上がろうとする人間があがく場所だ。もしお前にその気があるなら今度そこんとこじっくり教えてやる。だからよ、もう二度とうちの怪盗に喧嘩うんじゃねえぞ。親父めちゃくちゃかっこいいな。それが今がこれだったら
辛いな。今日は絶望的に酒がまずいな。お前らがモグラって呼んでるのはハムラが抱えてる殺し屋だ。殺し屋？ああ。ハムラは殺しが必要な時は決まって同じ人間を使ってるみてえだ。きっとそいつだろう。誰なんだそいつは。さあな。ただどっから見つけてきたのか相当のもんだ。同じ手口で何人もやってんのにろくな証拠も残してねえ。おやっさんがモグラの顔を見たことはねえよ。モグラの顔を知ってんのはハムラだけだ。タボ、お前どうしても手引かねえ気か。ええ。だがもしハムラやモグラを追ったとこで奴らも道具に使われてるだけだ。その奥に顔も見えねえ影みてえな連中がいる。そんなもんに手出したらもう引き返せねえ。お前らそれが分かってんのか。後悔するならやるだけやった後にするよ。年寄りの忠告ってのはいつもそうやって無視されんだ。親父、申し訳ありません。親さん、一つだけ言わせてもらえますか。なんだ。俺が知ってる松金組は殺しを平気で容認するような組じゃなかった。ハムラあっての松金組っていうのはやっぱり俺は。何度も言わせんじゃねえ。時代が変わって今の松金組はハムラの仕切りだ。任せた以上一切口出しはしねえ。俺が組長として決めたことだ。おやさん、今までお世話になりました。結局ハムラの居場所は分からなかったな。また一から仕切り直しだ。いや、親父の話の中にヒントはあったぜ。そうか。ハムラあっての松金組ってやつだ。ん？姿消したっつってもハムラが実質トップなら、やつがいなきゃ組のしのぎが回らねえこともある。ってことはどこかで組の門とやり取りしてるはずだ。もしその声を拾えりゃ多分ハムラの居所も得る。つまり俺の言いたいことわかるか。盗聴しようってことか。例えば組の事務所。おうよ。確かに松金組の事務所を盗聴すりゃハムラの居場所もわかるかもしんないけど。でもあんなところに盗聴器仕掛けるって、あれだけ暴れちまったんだ。捕まったらマジで殺されるぞ。ああ、だからうまくやるには窃盗団張りの腕がいるな。ああ、なるほど。杉浦にやらせるのか。その危険な役どころを。杉浦には俺から連絡しとく。その代わりお前は盗聴器の手配だ。ドンキに売ってるかな、ね、せいぜいいいの探せよ。手に入れたら事務所で合流だ。確かに失敗はできない。性能のいい盗聴器を手に入れたいとな。機械のことならつくもに相談してみよう。いつものネットカフェに行こう。はい、ということで
じゃあ次回、つくものところに行きましょう。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。